はい、皆さんこんにちは。ハルミフラッグですが、だんだん分かってきましたね。まあ多分数十個規模で売れ残ってるようでございまして、それを12日から内々に再登録を呼びかけてますね。だからあの抽選に外れた人に片っ端から電話して、ご希望重工が用意できるかもしれませんよみたいな、おっしゃってくださいみたいなことを盛んにやってるようでございますね。でそれで、残り売れ残りを全部決めて、もう絶対的に全個申し込み完売というのに持っていくシナリオだと思います。そのためにですね、8月25日まではですね、契約第1期の契約だからパビリオンに一般客来ないでというふうにホームページに出ていますね。どういうことかと言いますと、つまり現場の販売の人たちはこのお盆もずっと契約とか再登録とかで働かなきゃいけないということですね。マンション、新築マンションを売る方っていうのは普段休みないんですよね。非常に過酷な現場でして、まあ、土日にお客さんいらっしゃるんで土日休めない、その代わり水曜日木曜日休むんですけど、まあなかなかそのあの世界はね、賢い人が出世するんじゃなくて売る人が出世しますから、あの上司に恵まれてない現場が多いんですよ。だからまあ過酷な現場なんで、夏休みとかお正月とかドカンとまとめて休みましょうねということで、なんとかモチベーションを保っているのがマンションの販売現場なんですね。でそんな彼らのお盆を奪っているという、なんでそんなことになったのかと、まあアホみたいな話ですね本当に。この、ね、正解はあったんですよ。大成功という正解が。それはどういうことかと言いますと、1543組もの申し込みがあったわけですから、売るのは600個ですから、上手に、配分できればですね、600個どころか800個あるいは1000個だって申し込み即日完売できたはずなんですね。上手に配分できてないんですよ。で上手に配分できてない上にですね、第1期登録というのをそもそも5月って言ったのを7月下旬っていう、あの非常に微妙な時期まで伸ばして、もう徹底的に引っ張ったというべきですね。引っ張りすぎて失敗行為ですけど、7月下旬と7月26日まで伸ばして、しかも登録期間に土日を2回入れてるんですね。これは要はその600個売り切るシナリオができてないから、新たにお客さん呼び込んでそれをはめていこうという、まあ、そういうね、下心が見え見えの登録スケジュールで、そこまでやったにもかかわらず一発で600個決められなかったというのは、これはもう現場の失態と、我々から見ればもう失敗こいてんじゃんお前っていう、明らかそうですね。で販売の現場って多分三井さんが仕切ってるんだと思いますけども、三井の営業部隊の長みたいな人が仕切ってるんだと思いますけども、あの7月26日まで伸ばしたということは、多分これもうあれ10社ぐらい入ってますから、ドロ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 会議をやっていつまでもいつまでも決められずにギリギリまで伸ばした結果だと思うんですね。幹事会社がリーダーシップを取ってないということではないかと私は推測しますし、その責任者っていう方が多分いらっしゃると思うんですけど、全然知りませんよ。あの噂にも聞いたことないですけど、どんな方がやってらっしゃるか。まあその方はですね、今回の失敗、普通に見れば失敗なんですけど、業界的に見ればその失敗の責任を取って更迭されるかっていうと、多分それはないと思うんですね。なぜかというと、今回のことを失敗にしちゃったらまずいんで、あれだけの規模のマンションの第一期スタートを失敗しましたということになれば、それを世間にさらしちゃうと、認めちゃうと非常にまずいことになって、ハルミフラッグ不人気重工ということになると、もう今後が思いやられる、まあ、今でも思いやられてるんですけど、だから公式には失敗とは認められないんで、多分この路線、この決められなかった路線っていうのも今後続けていくんじゃないかなと。で、あの現場の人たちってみんなお盆のスケジュールがあったと思うんですよ本来ね。まあ、このスケジュールが決まるまではね、いつ決まったのかは知りませんが、多分、ね、7月に入ってから決まってるんじゃないですか。だから子供と一緒にどっか行くとか、そういうことが全部できなくなってるんですよ。だって25日まで仕事してるわけでしょ。休めたって26日からって言ったら、もう夏休みほぼ終わるじゃないですか。でお盆の期間っていうのは皆さん一斉に休みですから、日本という国は。でその間に例えば地元に帰れば昔の懐かしい仲間と会えたりしたかもしれないし、そういうことも全部不意にしたのは一体誰のせいですかと私は思いますね。
で、その結果これですかと。ああ、本当にね。あんな高い値段をつけたのは売り主の上の方でしょうけども、販売の現場も現場で、プロなんですから、そこはきれいに、600個ぐらいだったら決めてほしかったなと。でこれだからこの後とんでもないことになるような気がしますよ。はい、どうも皆さんありがとうございました。